この先が5番街スラム。ドキドキ。なんだろう。おい。お。にぎわってる。私は今5番魔航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの兵器開発部門統括のガーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。邪魔。そんなこと言うんじゃないよ。5番魔航路にて発生しました爆発について現時点で判明していることをお知りいただけないでしょうか。現在5番魔航路は運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、1番魔航路で使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番魔航路内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。ご心配なく。こんなことで信頼は揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。ああ、どんな中継。スカーレット、化粧濃いし、どんな格好で視察に来てるんだ。ついていくか。アバランチの評判ガタ落ちだよ。最初からもうガタ落ち。ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。今ちょっと取り込んでるんで。お店、たまに手伝ってるんだ。エアリス。ああ。またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰。この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。麦。似た者同士かも。みんなここで何してるの。マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの。また教会。今度一緒に連れてってよ。孤児院か。おう、エアリス。今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。一体どうやってあんなに見つけたんだ。実はコツあるの。彼はボディーガード。家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。ひいちゃん、野菜欲しいのか。ジェシーお姉ちゃんが差し入れするの。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい。多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。
園長さん。さてと、どんな飾りにしようかな。ビックス兄ちゃんがくれた本、全部読むんだ。え？君も怪我をしたらうちに来な。薬を調合してあげるよ。ビックス兄ちゃん。クラウドはお花好き？考えたことがない。花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ本当かな、まいいけど。覚えてるだろう、花瓶見たろ。この道を抜けたら私の家、着いたらお母さん紹介するね。のどかな場所だ。おお、こんなに。あれが私の家。すごいな。こんなにすげえ家だったっけ。ね、こっちだよ。はい。どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちら、クラウド。ボディーガードなの。世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ、送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする。面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う。報酬すっごく高いのに。お母さん、聞く？待て。カゴを取ってくるから、ちょっと待っててね。まったく、慌ただしい子だろう？うまいこと乗せられた。あんた、いや、なんでもない。わあ、すげえ、ピザ窯みたいのがある。ここエアリスの部屋だっけ。あ、声がする。で、この上がもう外。建物から外に出た瞬間がめちゃくちゃ眩しい。花か。めっちゃいい景色だな。花まみれ。
部屋が2つ。下戻るか。お待たせー。ん？はい、これ。え？はい。うん。じゃあ、出発！こっち、自慢のお花たち。クラウド、似合わねえ似合わねえクラウド。どれがいいと思う？どれでもいい。そんなこと言わずに、さあ、選んで。花畑の近くで花を摘むことができます。へえ、これはちょっとな、花って言われたらうんってなりそうだから、こういうのが一番花っぽいのでは。私があげたやつだ。そうだったか。もしかして気に入った？もうちょっと必要かな。次どれにする？これにしちゃおう。まさかの猫じゃらし。さすがクラウド、みんなびっくりすると思う。猫じゃらしか。多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。え、じゃあ結局全部。いいね、花言葉純真なの。かなり貴重だね。これでよし、リーフハウス行こっか。このお家に住みたい。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ、人気出ると思うな。かなり向いてない。お花どんな風に飾るのかな。さあな、後で見に行こっか。まだ気になる広場があった。ヘリが降りてこれそうな広場なんだよな。お待ちどう。全部猫じゃらしにしてやってもよかったな。俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ。街見てきたら。あ、この曲はこの FF7 リメイクのメインテーマ？ホローだっけな。犬怖い。おいしい仕事だった。この区域か。テレビ溶かして再利用するんだよ。ちょっといろいろ見てみよう。まだ人が溜まってる。アバランスの魔法炉が対応策を考えようって話してる。であると、勝手にウータイの手先ってことにされてるしな。シンラの思うツボだわ。アイテムは金と引き換えだよ。そりゃそうです。まあ普通だね。じゃあな。ちょっと休憩しよう。アバランチのめっちゃ悪口言われてる。何か曲が聞こえるな。さあ、どれにする？マテリア嫌だけど、あ、コスタデルソル太陽の海岸。
顔。まあ、あ、毒か。蘇生か。この後でも手に入りそうなんだよな。買わんとこ。いいマテリアライフを。あの、多分機械には通用しないだろうけど、じわじわ効く系魔法毒とか用意しておいた方がいいな、今後のために。あ、お前は。エアリスは？リーフハウス。不愛想、不愛想と不愛想がぶつかったらどうなるかっていう。奥の方見てみよう。あ、武器屋も手前にあったのか。これか。よう、どれにする。しょぼい。それで身は守れそうか。十分だ。じゃあこれは、あ、ジュークボックスがある。セブンスヘブンの姉妹店がありますよとか、そういうことではないよね。ジュークボックスが単にあるだけ。ああ、たまり場。スピードドリンク。あ、なんか手に入れた。涙の単語。ここは町内会の建物だよ。ああ。何かあったのか。うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか。うん、違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人、病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう。似た男を知っている。うん、こっち。それアパートの隣人かもしれん。え、でも自分でどっか外行動できるような状態だったか。忙しいようですね。でもご協力はお願いします。クラウドさんには僕の研究に協力していただいています。面白そう。私も手伝う。照合データの検索を開始します。おや、おかしいですね。あなたのデータが存在しません。何それ。通信障害でしょうか。まあ、クラウドさんのお手伝いなら歓迎です。なんでチャドリーここにいるし。割引されてるみたいだけど。はあ。え、何これ。最高レベルまで上げたら3分の1早くなる。よし。で、まあ、ウェポンリセットはいいや。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。どれどれ、あ、違う。
クラウドさん、重大なお知らせです。これまで不可能とされてきた召喚マテリアを合成する仮説を立てました。召喚マテリアは天然物だけという現在の定説を覆す大発見です。クラウドさん、召喚マテリアの検証を頼みます。携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦い打ち勝ってください。どうやってデータと戦うんだという不審を検知。チャドリーは仮説を実現しちゃう天才か。 VR ミッション。準備ができたらお声掛けください。そんなのやっちゃおうか。これか。まあまあ、この辺は適当にやってても進むでしょう。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。挑発。